ではですね、簡易で運ぶために、えー、とこの太鼓はケースに入れずに、まあ、押していける1人で押していけるっていう段階のところまで崩すのに何分かかるかをちょっとストップウォッチで測ってみたいと思いますやってみますスタートで。 というわけで3分23秒でここまで持っていきました。で、ケースに入れなかったのは、まあ、例えばこれ、車からお店に入れるとことかは、まあ、ケースに入れるほどでもないな、みたいな。例えば、僕、うちの大学だったら、こっから1階の別の部屋まで、エレベーターでこれ、は運ばなきゃいけないってなったら、バラバラで持ってくより、これ全然1人で、ここ、あと押していくだけだからね。で,向こうで、向こうで6分、向こうで3分、組み立てて。 全部で6分で、移動時間で済むけど、結局1個ずつやってると余計時間がかかるし、やっぱ危険なんですね。こっちの方が絶対早いということで。で、これは、タムのこの足をひっくり返して、これ、師匠に怒られるかも、重ねるなって言っていう人いるんで、まあ僕は結構、ここら辺ちょっと、まあ、打面だし大丈夫かなっていうところでね。でえっと、ここ、裏の打面はちょっと薄いんで、だから表の打面にちゃんと 重ねねるよううにしましまょう、ね、そうすると裏と裏はここは重なってないので同じ光景だからっていう形ででこの足でずれないようにこう押さえてます。っていう形にしてこれでビューって運ぶと比較的かなり速く運べると僕は思ってますね。だから1人で黙々と1往復するのにここから下まで2分かかったとしてでえー、と膝を1個ずつなんかめんどくさく持っていくね。でそしたら6往復したたらら往復 まあえー、2分で6分したら12分から、えーまあ、5分ぐらい下手するとかかるわけじゃないですか。で歩く量もすごい長いしでこれだと3分3分で6分で歩く量が2分だとしたら、まあ、7分9分10分かかんないわけですよこれだと。結局こっちの方が絶対速いということでですね。台車も 持ってこなくてこれだけでいけるということで、えー、非常に便利だと思いますなので、えー、これのやり方はね結構僕よく教えるんですけどこれこれはうちの師匠的には NG かもしれないです自分 <laughs> さんに言ったらこう楽器痛めだろって言われそうですが、えー、楽器の業者的にも嫌がられるかもしれないだからここに引,い引けばいいかもねなんかね座布団みたいな用意してい、ね、てシュッシュって引いてあったらダンボーブラークをきれいに切っといてペペってこう被せたらいいかもしれないですまあ、ただねこのむき出しだと 倒れた時にまあ危険性はありますなのでまあケースに入れるのがプロテクションラケットとかだと楽なんでプロテクションラケットがあるんだっババて入れちゃいますねその方がまあそこで手間をかけてで実際にこのここが傷んで何万円もかかるとか買い直しってなること考えたらその手間は惜しまない方がいいですねだから結局ちょっとした手間なんですけどそこをめんどくせえなと思ってやった方がその方がまあ危険度も上がるし時間も余計かかっちゃうんじゃないかなっていうところですね。 というわけで以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。